はようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は東京都にありますウエスタン西葛西店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日の抽選が25名様ほどいらっしゃいまして、ひだ番号は20番ということで、バイオ RE2 バイオ7は一桁番号で埋まりということで、ベンデッタも、埋まりが早かったです。今日は戦国乙女4乙女調査やっていきたいと思います。昨日静岡で打って80本使って1300枚回収という、過去最大の、戦国乙女、乙女調査史上過去最高の、投資額80本、できましたんで、戦国乙女方は60本使ったのも100本覚悟でいった方のがいいのかなと思いますね。60本使うまでは、いつも通り60本、超えたら100本投資を目指して今日は行きたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それでは戦国乙女4乙女調査を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。1ゲーム目からね、リールロックまだやったことないんで、朝一1ゲーム目リールロック狙いつつの、来ないね。さあ本日が東京都にありますウエスタ西葛西店様、こちらのお店さんで戦国乙女4打つのは初めてです。バイオ RE2 が1、2番で埋まり、バイオ7が6、7番で埋まり、ベンデッタも、1桁番号で埋まりと。昨日静岡で戦国乙女480本使って1300枚回収、初の80本投資、できましたんで、今日はそれを超えるか、それとも最大獲得枚数出すか、どっちかにしたいですね。100本使うか、3万枚出すか。69ゲームですよ。これ、白夜ステージ。オッケー。これはね、まだ外したことない。あのステチェーンはまだ外したことないです。82軍技ですよ。80軍技で、お、ちょっとチャンスっていう感じですか。82軍技は、お、っていう感じです。でも、これで外れるのが戦国乙女4なんですよね。あ、ポイント、たまりました、1回目。ただ今、ゲーム数の本前兆中、この本前兆がポイント貯まった時に16ゲーム以上あったら多分チャンスゾーンから出てくると思うんですけど、多分もう前兆短いんで、あ、でもこれ当たんない可能性が出てきてますよ。軍技中内容めちゃくちゃ普通でした。ここの第一停止で負、あれ、あ、外れましたね。外れました。あのステチェーン初めて外れました。あれは完璧なシナリオだったんですけども。軍技中が弱かったですね。これがまた面白いですよね。白夜。この後3ゲーム後とかにステチェーンの演出が来て白夜。ああ、これ。210ゲーム。白夜ステージ。ただ今日1回外してるんで、本前兆期待度は 45% ぐらいらしいんで、222軍技、おそらく210ゲームのあのステチェンから前兆が始まっていると思います。そこから12ゲーム目で軍備、いやー参戦してくれない。萌えの赤文字以上なあ、ノーマル、これ、あー、チャンスアッパターン、これはあっていい。もう一回チャンスアパナ来たらもうガッツポーズです。ない。さあ、この第一。いやー、チャンスアパターン一回だけ。オッケーよ、240ゲーム。外し、10本ぴったりで、ここに100人もあります。さあ、完全告知でキュインさせてから30。いやー、朝からいい煽り方で200ゲームで仕留めるっていいですね。おいや、13%。さあラストゲーム、ない、デフォルト画面、13%はまだ取れないですね。いっぱいあります。これはいますね。おいや、びっくりした。
赤、おそらく通常 C の天井だと思います。さあ340ゲーム、総投資20本ぴったりです。さあ2回目の先行ごとめボーナス、まだ吸引させておりませんので、さあやりましょう。50ゲーム振り分け、30、おい 1% 取ってるかベル、おい 1% 取ってました。さあようやく AT です。さあここから大外バトルのストック抽選なんですけども、レア役以外だと 1% で AT 抽選なんですけども、 AT 確定した後のボーナス中は 0.1% とで、弱レア役が、13% 抽選なんですけども、 AT 確定しないボーナスは AT 確定した後は約 5% で、チャンス目強チェリーは変わらずですね。チャンス目だったら 33% ぐらい、強チェリーだったら 55% と。そして1吸引です。今回はデフォルト画面、さあどこまで伸ばせるか。タツガンで AT 初当たり時50ゲーム以内のボーナス当選率モード不問で 14%。 いやー70ゲーム消化8、9、24ゲーム以内だったら指定ゲーム数間に合うんで、94ゲーム以内にもし規定ゲーム数だったら多分ここの大外バトル勝つと思うんですけれども、ない273枚です。白夜ステージ、おい来ないか。さあ6回目のポイントゼロ行きました。6の1、プレミアムノーマル。さあこっちの吸引もさせないといけないんですけれども、これね、秀吉ん時てか石取り目の時実戦上 70% で吸引になるんですよ。乙女アタックの時の秀吉は負けるんですよ。でも吸引アタックだけなぜか秀吉吸引になりやすいんですよ。ラスト、おいやー最初例なって最後例なる OK です。2つ、さあここで決められるか。間違ってエピソードノー。さあ完全告知吸引させたんで、最近お気に入りのチャンス告知いきたいと思います。まあサラリーマン、初代のサラリーマン番長の時はトドロキ BB、 まあチャンス告知全然押し順チャンス目でした。いいね、わー止まってる、このパターンダイナマイト。さあ大外バトルも即死したいところで、カンスケチャンスを取ってたんで、この後出陣ボーナス、カンスケ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 進歩覚醒だと思います。乙女アタックで取ったキャラクターが出陣ボーナスの1から4人目まで、出てくると。でそれがもし家康だったら家康4人と進歩覚醒っていうかなりもう香ばしい配列になるんですよ。今回取れず、あそこのリーロック2段、あ1段階の追加で取ってたらもうもっと笑顔だった。さあ継続するか、
しない30デフォルト画面。さあ辛抱覚醒狙って、かんすけかんすけさん、辛抱覚醒じゃない、家康さんです。家康さん一番面白いんで4ゲームはついでもらって、早い。今日麻酔打てるかどうか、ベルで上乗せたいチャンス。オッケー、55乗せ。さあ135ゲーム大外バトル。599枚です。いやおお、強テリーです。おお、からの ロック？いかないか。8回目のポイントゼロ。強テリー2ゲーム連続重ねてます。おいおい、ちょっと待って。強テリー3回連続。そして、白夜ステージ行ってますけど、これ、シャンソンの本前兆、本前兆？本前兆示唆だと思います。345、これ多分、1回目かどうなのかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえず今のところ9の2です。9の2。さあ乙女アタックでいきましょう。強テリー3ゲーム連続は、おあ、あ、いやー弱者あるか、1人目。あー、やっぱ勝てないんですよね乙女アタックだと。昇格小太郎確か 70% 超えの期待度だと思いますよ。カットインなくていい、いけるでしょう。そう。さあ次。ここ。ちょっと待ってください。絶対にと、おい！いいね。やりました。で、ここの同節のボーナスで AT 仕留められたら、家康以上なんですよ。出陣ボーナスが。これね、非常に大事。ここからもうオールでいきましょう。オーガイが来ない？オーガイが来ない。あれ？オーガイ、今日クリスマスパーティー？ただ、村雨も強いんで、オーガイ、今日クリスマスパーティーです。オーガイ来ません、今日。おお、でも勝てないんですよね、村雨でも。いやー。あー、パーティー終わっちゃいました。お、村雨でカットイン0役否定ならもう激のこですよ。だからチャンス目の可能性がある。あ、いただきました、チャンス目否定。しかも宇治政ダイナマイトです。さあここを外倒して素晴らしい、素晴らしいです。1回目のボーナスで仕留めればクリスマスです。いきます。間違ってここエピソードとか来ないね。ここ AT 仕留められれば出陣ボーナス2個、家康と宇治政出てきますんで、いやー取れんかったー。ここは家康の
あれなんでエピソードです。まあ、宇治政の出陣ボーナスはできますね。宇治政以上は。これ、ヨシテル来ないから、ヨシテルのエピソードだったらジョイエティ。ソーリンなんで偶数しさです。エピソード中の抽選も、戦国ごとにボーナスのエティ拡張した後の抽選と同じだった気がします。取れない。おい、取った、スイカで取った。確か結構 5% ぐらいだったと思うんですよね。大外バトル、これ勝利確定です。出陣ボーナス、辛抱覚醒までやります。出陣ボーナスの辛抱覚醒まだ取ったことないですよ。オッケー、あと3ゲーム。オッケー、あと2ゲーム。んオッケー、あと1ゲーム耐えて。きたねー、やりますよ。戦後ごとめ方は麻酔が効きます。 3.2 分の1の白7揃いを引けば辛抱覚醒。まだここやったことないところ。おーい、覚醒の文字来ない、来ないんだよ。あと4ゲームか。あと4ゲーム。あの覚醒の文字ダメか。普段だったら嬉しいんですけども、まあいいでしょう。取れなかったか。ベルで乗せ書く。100は欲しい。いやー、ハードルが高い。ノー、レア役も重ねたい。おー、いいね。30以上、50でした。でかい。あと10ゲーム、チャンス目ですよ。20。おー、すんごい。リプレイ引いてないっすよ。155乗せです。素晴らしい。もう一個、あー出てこない。さすが。まあ下手したら辛抱覚醒より乗せられてた可能性はありますけども。さあ、エピソード中のスイカレー大外バトルの、勝利ストック持っておりますんで、ここの大外バトルは、勝利と。 80% 継続持ってきたらちょっとだけ大変なことになります。今216ゲーム。さあ、最低10戦目指してレッド緑か。 66% 以上、 66% か 80%。 油断するとここでやられてしまうんで。家康さん星4つ。3戦目元近さん星3つ。いやー、ないかー。緑、おい、勝利ロック。ここで弱地で乗せ、ちょっと1ゲーム遅かったのでは。さあ1000枚突破、まあ、持ちメダルは1400枚あります。
20本ぴったり投資なんでプラス域は突入してますが、もう終わりそうです。あと10ゲームしかない。ここは目に見えてるストックはないんでレア役。ロックはしない。1066枚です。でこの後チャンスの治りが来るかどうか。あ、いやーこのロックちょっと遅いんですよ。また強チリ。いやーちょっと分かんなくなってしまった。306。お、行きました。308ゲーム、11の3ですね。ちょっと良くなってきました。クイーン、さあ家康取ったらもう総理2回目ですね。偶数しさ2回目。1406枚。小太郎は強いんですよ。チャンスアップ。341ゲーム。 OK、 まだプラス域です。継続継続。おい、205枚。まだ解放しないか。おい、1パー取りました。これいやー間に合ってないです。331枚。サミーパカはなし。90ゲーム、天国です。何も引いてません。ダイナマイト。天国だったら復活するはずの。711枚。銭形。ロックは29回目。おレッツゴー。22ゲーム、29分の5です。やりましょう。王外を倒さないと。なくはない。コッタロー、ストロングアロー。ストロングアローですね。ストロングアローでした。チャンス目だったら OK。 さあラスト勝負。ソーリンのボーナスで AT 入れないとダメ。OK、 ソーリンと信長さん、ここで AT 入れられるかどうか非常に大事です。解放しちゃった。まだか。
いやー、これ何でやるか。裏告知リベンジ戦。50はでかいでしょう。50はでかいでしょう。これ仕留められなかったら今日はセンスがないです。 9.8 割ぐらい30でしたんで、ここに来て50、これはもう AT 入れないとダメ。これ AT 入れたら信長志望学生出陣ボーナスできますんで、いやー、これなんですよ。決まったわ。さあラストゲーム、追加で1回ボタン押してなかったんでワンチャンないか。デフォルト画面。さあ信長辛抱覚醒、辛抱覚醒やりましょう。じゃあ4ゲームは次ぎます。 OK、 あと3ゲーム。いやー、でも嬉しい、でも嬉しい。さあ400、いや810ゲーム乗せ超えましょう。上乗せで50ゲーム以上、リプレイでもう50ゲーム以上です。乗せなしっていうパターンも全然ありえますんで、それだけは避けたい。リプレイでいいんです。9分の1ぐらいのリプレイでいいんです。ナビなしがつい、いやー、まさかのカットインでした。ダブ下段ですよ。上中3000、あや、ついね。追加もう50ゲーム以上。さあ200ゲームの振り分け持ってこられるか。いやー50、いやー重ねてます。セグがないんでこれはリプレイですね。いや、チャンス目の可能性もある。リプレイ、50。さあまだまだ、今200ゲーム乗せ。いやー、ラストないかー。200乗せです。 OK です。ラスト AT いきます。おい、222枚オーバー。まあ設定2以上はダービンライトで確認してましたけど、ラスト1000枚も出てません。290ゲーム、948枚、ストックは確かなかったはずです。いーよっ、955枚、ちょうど300のゾーン見てやめですね。ラストは完全告知でいきましょう。はい、ということで今回は、戦国乙女4乙女調査この辺で終了したいと思います。投資が21本で966枚で回収が758枚ということで、その前がマイナスの208枚、だいぶ遊べた戦国乙女4でした。面白いですね、もう打ち続けたい、時刻が19時19分ということで、行く行く鏡のナンバープレートですけども、今日はこの辺で終了したいと思います。ということで今回は、ウエスタン西葛西天様でのペルペルダブルパニックでした。最後までご視聴ありがとうございました。